はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、先日紹介しましたこちらの無限ベイスタジアムなんですけれども、ここにあるね、ストライクゴッドバルキリー無限。今ちょっとこれにレイヤー変えてあるんですが、これを、こちら、シャドウオリハルコンに変えたら、もしかして無限無敵状態になるんじゃないの？これを打ち砕けるベイがあったら最強じゃないのっていう検証でございますね。じゃあ、この状態で一旦回してみましょう。あー、やっぱりね。金色になったから無敵状態になるよね。OKOK。そしたらこのベイをバーストできるのかっていう勝負をね、ちょっとやってみたいなと思います。挑むのはこちら、ジークエクスカリバーのワンメテオアイアンですね。ワンのディスクにメテオのフレームをつけて、ちょっとさらに攻撃力を増してる感じですね。これでいってみましょう。おっしゅ！お、いいんじゃない？いきなり追い出したけど。あ、ダメか、やっぱり。ダメか。おっしゃ！あー、ダメなの？やっぱりダメなの。すげえブルンブルンになっちゃってるけどダメか。おっしゃ！さあ、おっしゃ！できちゃった。バーストしちゃった。しかも追い出した。ということで、たった3回の勝負でバーストしてしまいました。ちょっとびっくり。これが強かったのかな。じゃあ念のためこちらでも勝負いってみたいなと思います。ツインネメシスのクォータープラネットだね。おっしゃ！といけ、頑張れ。じゃあ危なくしてもしないか。マジでびくともしない。これはダメだね。ツインネメシス頑張ってくれー。ちょっと待ってちゃダメだ。おっしゃ！とよし、追い出したよ、追い出した。あー、でも戻ってしまったね。戻ってしまって追い出せない、追い出せない。あー、これはダメだ、これはダメだ。あー、ジャパー。よし、追い出した、追い出した。あー、戻った。おっしゃ、バースト、バーストということで、ツインネメシスでもバーストできたね。あれ、もしかしてこれ最強じゃないのか。じゃあ最後にロストロンギヌス9スパイラルでいきたいなと思います。おっとダメか、ダメだ。最初に追い出さないとちょっと勝ち目ないよね。ダメなのか、ダメかダメみたい。当たらないよ。これじゃダメだ、これじゃダメだね。いい音鳴ってるけど。おー、わー、ダメか。お、なんか再加速してる、これ。再加速してるよね。左回転だから。はい、おー。じゃあちょっと低速気味にゴーシュート。あー、ダメだダメですね。これではいけないのだけど、さっきみたいな粘りに期待したいね。再加速する、この回転を利用して再加速できるのかな。ほら再加速してるよね、これ。止まんないもん。おいとよっしゃー。はい、ということで今回は無限ドライバーにシャドウオリハルコンをセットして無限無敵状態を作ってちょっとバトルしてみたんですけれども、見事打ち砕くことができましたね。もし他にね、この無限ドライバーで強い改造があればぜひ教えてください。はい、ということで今日の動画が面白かったのとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、これからグッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録よろしくね。ということで今回以上でございます。バイバーイ。最後いけ、もう一回かわせてやれ。いけ、ダメだ。ダメだった。